我が親父遠山光一そして矢作光のこの二人の力で私は生まれた。この二人に何も文句はない。この二人の尻拭いでも何でもしなければいけない。ずいぶんした。親というものはこれほどすごいものはない。どんなきっかけで子供ができたかなんだかは知らないけど、そこは責めるべきものではない。ずいぶん貧乏もしたし、借金取りに追われたりしたし、しかし今自分がいるっていうことは、この親がいるっていうことで始まったわけで、科学とか DNA とか語る前に、目の前にいる親というものを大事に考えなければいけない。しかしなんで親に向かっていって問題を起こしたり何かするのかと私は思う。私にも子供がおり、子供も突然そういう激しい言葉を私に言い、そしてなじり苦しませる。だが私が何とかしなければできない話であって、まあ相手がどういう男であれ、まあ全部大したことはなかったんだけど、そういうところでなじられると母としてはとても苦しいものがある。昔からのテーマ、母っていうのは大きなテーマで誰も叶わない。その人から生まれたということしか言えないわけだ。その話になると面白くないように言うかもしれない。しかしこの人が頑張ってお尻から子供出して死ぬ思いして産んだというその事実は紛れもなく事実であって、そこは思わないんだろうか。自分が子供を産んだら、まあちょっとわかるななんつって、そして葬式の時には涙かなんか流すんだろう。そういう問題ではない。親っていうのは何百年もかかって出来上がったものの中から一人だけ自分を産んだ人、そこを科学的に考えるか、それとも非常に情緒的に考えるか、
情緒的に考えれば大した親でもなかったとか、いじめられたとか、それはあります。しかし科学的に考えれば、よくぞここに俺がいた、私がいたという喜びを感じないと先が始まらない。孫も子供も次の世代なんていうことを語れますか？語れないんだ。自分のまずアイデンティティ、ちょっと発音悪いけどね、アイデンティティ、どこから始まったかということを大事にする親、それからその子供、兄弟、世界、国家、いろんなものが交雑して、なんとかみんなやっているという話です。